吉田さん、私はね、詐欺にあったことがあるんですよ。ある人がね、マトリックスアフィリエイト、ズキューン、マトリックスアフィリエイト、ズキューンってね、勧めるもんだから、真に受けて買ったら損した。どうしてくれんだ、どうしてくれんだ。無理やり買わされた。無理やり動画を見さされて、無理やりボタンを押させられて、無理やり、エントリーさせられて、無理やりセールスページに行かされて、無理やりお金を払わされて、無理やり失敗させられて、無理やり逃げられた。悪いことは全部人のせいだ。マトリックスアフィリエイト、バキュン、マトリックス。これは使える。いやー、マトリックスでとんずらされて本当に良かった。これはね、どんなに気分が暗い時でもマトリックスアフィリエイト、ズキンってやったらね、ワクワクしますね。これ人生で多分ね、こんなにね、使い倒してるネタはないですね。いや、本当にね、騙されて良かったなというふうに今は思いますね。うん、全てを人のせいにして、そこからね、全く動かない、それもいいでしょう。でもそれをネタにして、ちょっとね、半分からかいながら、もうね、そのなんですかね、まあ、楽しんでいくというね。考えてみたら、マトリックスに限らないですよ。なんかビットリージョン、それから何ですか、フォイン、なんかことごとくね、騙されたものはね、激しくありますね。でもなんかそういうのも必要経費じゃないですかね。だって一回も騙されずに、一回も嘘をつかれずに、一回も裏切られずに人生終わることってなかなか難しいと思いますよ。それこそ見方によっては自分の行動が誰かにとってね、不誠実だって思われることもあるわけですからね。いやー、ちなみに吉田さん、自由席と指定席って新幹線あるじゃないですか。で、ある記事でね、指定席の方が絶対コスパがいいんだと。たった数百円でこの自由席から指定席に移れない人は永遠にね、もう絶対に金持ちにならないみたいな、こう記事があったんですよ。で、私それに対してちょっと思うんですけども、その自由席指定席の違いぐらいでコスパが落ちる人ってどっちにしてもダメなんじゃないかなと。自由席でも別にね、指定席以上に自由な時間帯ありますからね、空いてる時間とかね。うん、で、むしろその自由席から指定席に移る数百円の、その数百円以上の価値が見出せるんだったらそれでいいですけども、ただ指定席に移っただけで、お金を余計に払っただけで、何も見出せない人もいるわけですよ。だから全ては相対価値なのかなと思いながらね、その記事読んでましたね。まあ、ということで、詐欺にかかったこともちゃんとコスパよく使っていけばいいんじゃないですかね。いってらっしゃい。